こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間です。毎月第1週木曜日は、新聞記者の小川秀人がキャスターを務めます。本日は社団法人東大阪ツーリズム振興機構の、偉い方で代表理事で清水陽一郎さん、大変おめでたいじゃないや有名な方ですけど、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。清水さん、急に、ね、登板していただいて何なんですけども、はい、ざっと自己紹介を差し上げのないところで。わかりました。はい、お生まれとかね。私生まれたのは実は東京で生まれて、高校まで東京だったんですが、18の時に東大阪、水戸に来ました。でこれは縁があって、やっぱり父親と母親が先に来て、私高校時代も一人で下宿してるという寂しい人生を送ってて、これはもうダメということで、大阪に来て、東京から言うと宮古地って言うんですけど、実は大阪すごく好きになって、そのまま水戸に住み、で大学入り、で旅行会社に入り、で結婚もしまで東大阪で行って、で今に至っているんです。ですので今この東大阪ツーリズム振興機構にいるというのが、まさにその私のいる青春時代そのものが東大阪だったんで、そのお返しの意味で今やってるって状態なんですね。その頃はまだ何ていうのかな、中央環状できていないああいうところだったんで、まだその工事中だったというところを覚えているんで、そのことからすると一つ今約50年ぐらい経ちますか。何年生まれでしたかね。昭和25年、1950年生まれて67になるかな。うちの嫁と同い年ですね。いいですね。虎年ですね。なのでそこで会社は旅行会社 JTB っていうところに入って、で10年間店長員やって、世界中あちこち行かされて、営業マンを、これ船場で交通公社、そこ図工社入って、船場で団体旅行に放り込まれて、修学旅行の営業とか一般の企業の営業を叩き込まれて、船場流なんで、非常に何ていうか大阪商人を育てられた10年なんで、私の原点はそこにも営業マインドというのがどこまでかわからんできるようになったと。それが終わって32で JCOM って会社、今の JTB コミュニケーションズって会社を5人で作って、 JTB の中では初めてのベンチャー企業、社内ベンチャーで、それでイベント、その時博覧会ブームだったんで、花博だとか名古屋のデザイン博だとか、あちこちの博覧会を散々やらせていただいて、そのまま国際会議をの大きなのをやらせていただいて、イベントもやったりとかっていうのが私の後半の人生、32から60ぐらいまでですね。で50代で、失礼、55ぐらいかな、その段階で PFI PPP って新しい民間施設というものの PFI 事業っていうのが今日本でも突き出してきていて、今東大阪では、いわゆる文化創造館かな、あそこも PFI 事業なんですね。あれのですから、まさに草分けを、2001年から始めて、その事業を前の会社でやったんで、これが2つ目の私は創業だと思っていて、今でもその事業が広がってきているということなんで、非常にある種新しいイベント国際会議というマイスの世界と、それからいわゆる施設運営というものをずっとプロでやってきた男なんです。でその縁があって今、こちらに来させていただいて、東大阪は観光都市ではないです。観光なんか見るとこ何にもないって怒られちゃうんですがではなく、新しい都市のツーリズムですね。だから観光で言いたくないんですよ。ツーリズムというのは、例えばスポーツツーリズムだとか、インダストリアル産業科学でインダストリアルツーリズムだとか、カルチャルツーリズムだとか、全てツーリズムになっていて、今のツーリズムってのは多様なんですね。別に一つの目的で行くだけではないので、それを作っていきたいんだったら東大阪でもできるぜ。東大阪ってのはスポーツツーリズムができれば、ものづくり観光もあればいろんなこともできるんで、逆に変に観光都市の色がついてない方が面白い。
っていうのが1点と、実は大阪に近いですから、これ人が来るにはチャンスがあるんで、これは勝ちパターンだなと思って、地の利は絶対的な、まあ観光地の前提なんで、この2つで今東大阪ツーリズム振興をやってるという状態で、まあよそのね都市の、あの地域のことを言うと差し障りがあるかもしれないけど、はい、例えば堺市ね、はい、あの大阪都構想に入る入らないとか、まあそういうこともあるだろうけども、はい、まあ大変な歴史のある町ですよね、はい、で豊臣秀吉さんの時代から、はい、あそこが本当は、何話というかね、このエリアの、ど真ん中になったんじゃないかというようなこともあったわけですよね。だけどまあ移りましたけども、はい、そういうのとまるっきり違うね。で、あの清水さんに初めてお会いしたのがね、8日の、はい、会長さんの集まる会議ね、はい、お邪魔しまして、まあ、取材を兼ねて、ね、でふっとお話聞いてて、あ、なんかこの人東京の人じゃないかなとふっと思ったわけですよ。半分ぐらい東京ですね。だいぶ来てるんですか。いやいや、基本的にはそうですよ。お生まれで、あの高校生までだから。そうですね。言葉だってそういうことだし、まあ、まあ私も同じようなもんだけども、はい、であの時も申し上げたけど、東大阪市は、まあ、市政50年ですか、はい、あの合併してね、はい、まあ、で50万人都市なんですね、まあ、このじゃないけど、それで、あの時申し上げたけど、河内と、それから、あのいやいや、平岡と河内と伏せという、はい、よく、まあ、つながってるから一緒に無理やり、ね、役人がしたんでしょうけどね、それぞれ芸文化も芸能も、あの特色がみんな違うんですよね。うん、名前を聞いて昔からの方はふっと伏せといや、ね、最大歓楽街が多いとかね、河内もそう、平岡も文化もね、だから東大阪ってくくっちゃったのはどうなんかなと思うけども、それはもうこれからね、もう今ある形だから、はい、だから清水さんのような方がねリーダーでいろいろ進めていったらね、というふうに思ったのと、まあ、今日もね先ほど、誰かさんのおかげでギュッと圧縮して打ち合わせしてきましたけども、あのいろんなことをね。ただ J コムの J が何？あの JTB の J。JTB コミュニケーション。それで J コム。あれてっきりね、ジャパンコミュニケーションのね、勝手な会社作ったんだと思ってたの。ああ、なるほど。だからもうもちろん縁があるわけよ。J コムどうですか？言ったらね、いや、つながっておりますと。J コム、あ、今のだからケーブルテレビ J コムなの、はい。あれはジュピターテレコムっていう名前。はい、ジュピターテレコム。だ全く違うんですね。実は前の J コムっていうのと今の J コム、まあ、ジュピタテレコムってよく間違えられてて、でじゃあ前の J コムないんですか。今は JTB の中では J コムって名前がなくなって JTB、 その英文名 JTB コミュニケーションズに1回に2020年に変えて、今2012年に変えて12年に JTB コミュニケーションデザインという名前になって、全然違う仕事してるね。映像の仕事じゃないんですか。映像の仕事じゃない。だから J コムとは全く違います。逆に言うと違うんで。でも私のいたのは旅行業の中のそのイベント世界とか広告をやってる J コム。だから清水さんのようにそこにいてずっと関わっていればね、よく分かっていることだけど、分かりませんもんね。分かんないですよ。外から見ると J コムって、うん、いや、よく間違えると、本当に間違えられた。じゃあ今、J コムって別に独立会社の映像を作ってる会社という認識でまあ合ってるわけですね。それはね。合ってます。なるほどね。いや、ものすごくね、小野さんお付き合いが多いんですって、今の J コムも。だからあのこの今こう収録させていただいている東大阪新聞チャンネルにしろ、それから、まあ、新聞でいろいろ記事で扱うのはもちろんだけども、あの、ね、いろんな会合に来ていただくとか、東大阪新聞の社長である小野元裕さんのお師匠さんのね、まあ、さっきちょっとご紹介しましたけど、新風書房の福山拓磨さんという、ね、はい、84歳の大変立派な鳥取県から出てこられて、叩き上げのね素晴らしい人なんですけども、まあそういう人とかね、いろんなところ、まあ、私がいろいろおせっかいしなくても清水さんはあちゃこちゃだんだと広げてると思うけども、それはそれとしてね、はい、やっぱりあの役立つ面もあると思いますしね。ぜひぜひ、うん、そうですね、うん、で僕がこの間お話ししててっていうかお話聞いてて、はい、あのバーッとメモして、それであの、まあ、記事にするけども、その後、まあとご挨拶して話しててね、あこれはまあね同じ東大阪の縁もあるけども、あの、まあ、あの時偉そうな意見言ったこともあるから
まあ、できるだけなんか、ね、あの微力ながらお手伝いできることはしようと。ノーギャラで聞かねないからということでね、はい、まああの清水さんのような方が旗振ってザー広げたらね、ずいぶん広がっていくと思います。だからこれはもう、もう触媒ですからね。僕らもそうだけど、やっぱり、ね、そういうとっとこ取っとこ、そういうね認識、あ、そうか、いやそうだと思うんですよ。一人ではものすごく限られるじゃないですか。そうなんです。やっぱり広げていくとのね、おかげさまでちょうど1年経って、この間も商工会議所の皆さんとも話をしていて、まああのまあ、新年になっても19年から商工会議所も新しい会館をまあ考えていって、で新しい、まあ、なんていうか商工会議所像を求めている。でそれはものづくりと町というものも中心ではあるけれども、今後はそのいわゆる観光産業というか、こういう集客産業というか、そういったものに力を打っていく時期が来たねという皆さんのお話なんですね。ですからね、エリアエリアでね、文化芸能それから育ちが違うし、ものづくり最も強力で力があるのは、はい、あそこです。布施ですよ。そうです ね。で、まあ、地元の駅前のところ荒川なんて地名だけどね、はい、でまあ、河内もそうでしょうけどね、はい、やっぱり一番多いのはね、あの布施であり、で平岡は玉坂平岡神社がある、はい、それから石切に石切神社というのがあるじゃないですか、はい、他にもありますが、この一級官兵大社の平岡神社と、はい、それからめちゃくちゃ儲けるのが上手だね、まあ、貯金が90億あると言われているね、素晴らしい神社があるわけですよ。90億ある。もうすごいですね。お金あるって言ってありましたか。某宮司に聞いたんです。某宮司はそうです。いや、あそこはね、でも500度参りとね、行ったら分かりますよ、あの行ってるだろうけど、500度参りとね、あの傷物、東京で伝法って言わないけど、伝法封じとか岩封じとかでも立派なのを建ててね、いやものすごいですね。あ、90新しいアイデアがあるって聞いているんです、ね、で、新しい代々のね、なんちゃらいうね、小塚さんとかいう代々の宮司さんがいるんだけど、90億もあったら大変だと思うね、あの東京の鶴岡なんたらじゃないけどそんなこと言ってて、言ってて、いや、なんたらですから別に、うん、鶴岡さん、まあ、それはちょっと置いておいて、だから例えばこの2つコンテンツで大きいじゃないですか。大きいです、非常に大きいですね。あの平岡全にないですよ、あんまし、はい、広告は出してもらってるけどね。でもコンテンツとして非常に高い価値がある。いや、大きい一級官兵大社で、あ、今言ってた、ちょっと冗談っぽく言ったけど、石切も素晴らしいところですよ。すごいですね。あそこはその参道商店街の広がりがあって、山からの景色もあり、で外から見てると、あそこでやっぱお店開いたりとか、いわゆる宿泊業をやりたいって結構いらっしゃるんですよ。あそこにね、この間もそういう話数えたんですけど、物好きにね、占いの店がね20数軒あるんですよ。面白いですよ。開店休業もあるけど、なんかみんな集まるんですよ、うん、で占いのよそのおばちゃんに行くと、いやお前あんなとことあれはダメよみたいなね、まあ悪口言ってましたけど、よその人はね。とこれとね、それから地下鉄の新石切あるでしょ、近鉄の方、あっちの方が楽だって言うんでね、あの市内から来る人はあそこから来て、上田大変じゃないですかね。そうです、あの人流が変わって、降りるときはいいけどね、はい、なんてことでね、こっちはこっちで広がりがある、うん、店として、はい、だからそういうのもね、まあ例えば石切神社自体はあまりご縁ないですか。いや、もう3回行かせていただいて、いろいろお話をさせていただいて、宮司さんと、それからあそこの会長さん、うん、で協力をしましょうと、うん、一つはだからあの参道商店街がまあ90何店舗かなんかあって、はいはい、やっぱり広がってくるんだけど、夜の賑わいが薄いなということがあって、まあ、もともとそういう地の利なんですけども、実はあの街っていうのは夜が賑わってくると、こう斜面に立っていて絵になるし、で非常にいいんですね。なんで私的に言うと、それあの韓国のソウルもある、まあ、それから台湾なんかもあるけど、有名な結構観光地ってこう段々のところがあって、はいはいはい、絵になるところって結構大事なんで、ここもありだなと実は思っているんです。だから夜はまあ日が消えたようになるから、まあ、ライトアップをどっかで考えるライトアップをする、夜の正月と夏とかね、でその時だけみんなもうとにかく店全部開けて、まずイベントでやっていって、でだんだん人が来るようになり、宿泊が伴えば必ず人が夜も来る。まずは年に2回でしょうね、正月と盆と。ぜひやりたいですね。でどん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 盛り上がったら、だんだん隔月から毎月ぐらいに。そうなんです。
で町並みを作るので犬やらいとかこう作りながらその 町のその風景を作り、で夜のそのランタンじゃないけれども光を、まあ、ろうそくとかあるじゃないですか、ああいうのもので作っていくとむっちゃ素敵な町になるんです。それで宮司さんはあそこの上の石切の駅から降りてくるあのこう灯籠があるじゃないですか、あれがもう傷んでるんでもう直されるって言ってるんです。それとご存知かも、石切の今度の近鉄の駅もあそこの雰囲気になるんです、うん、宮司さんがやられるって言ってるんです。ですから駅の雰囲気も変わる、新しく灯籠もできて光のができるといい、それで非常に流れができてくるんで、この数年いろんな展開ができるのは、まあ、お金もかかるんで、はい、まあ、東大阪市のね、女性もあるでしょうけど、基本的にはね、数形会とかね、いろんな記者でもってやっていかなきゃいけないですからね。そうですね、だからそこはだからあのそのお店との切り分け、数形会との切り分け、いわゆるそういうものも切り分けながら東大阪ツーリズム振興機とも応援しますと、いろんな場面があるんで、そこはチャンスはある。私もね、随分人ごとながら熱く語っておりますけども、はい、新聞記者じゃなくてね、ツーリズムの方行った方がいいかなみたいな。お願いしますよ。で、同じことが平岡さんもあって、新しくあそこ建物作ったんですよ。裏側に。はいはいはい。再開ですか。そうです。うん、で、そこの巫女修復したんですよね。巫女のさんの体験だとかを今そこでやったりとか、まあ、宿泊もできるようになるし。でそうなってくると夜あそこで泊まりながらいろんなことできるってやっぱり一つ魅力ができるし、であそこの梅林も今全部梅林じゃなかった、まあ、梅林ですね、切ってしまったんだけど、まあ、あれがまた絵になる次の世代っていうのも出てくるし、あのそのまま山につながっていくんですね、はい、山とのまあ本当に一体のところなんで、そうするとこれって実はネイチャーツーリズムっていうか、うん、トレッキングツーリズムに実はなるんですね。まあ、あのトレッキングで来てるあの、まあ、ご老人が多いですけど、すごい多いですからね。あの参拝はちょっとチャレンジでついでに、こっちはついでで、まあ、ずっとねあのハイキングすると。そう、多いですよ確かに。で山上から見ても綺麗だし、外国人も多分楽しいんで、ああいう世界もありかなだと思いますね。っているん で, で 来年から3年間かけてあの拝殿をね全部あの修復するんですよ。ああ、そうなんですね。木屋で武器で、ね、屋根をね、あそこ瓦じゃないですから。で、まあその後もそのオリンピックが来るけども、はい、あのちっちゃい抹茶とか拙者とか、まあそこでも例えば建て直すとかね、はい、まあまだやることはいっぱいあるんだと中東宮司もね、おっしゃってますけど、うん、宮司はご存知なんですか。はい、あの一度お会いさせていただいてますが、うん、もうちょっとしっかりお話をさせていただかないといけないかなという。あのあそこはその巫女体験もある、先ほどお笑い神事もある、いくつかのなんかものづくり の,、ね、あの原点になるその神事が、おかゆのね占いで、かゆ占というんですが、はい、1月11日にその占いをするんです ね, ですね。で1月15日にその結果を、でもともとは五穀豊穣の、うん、豊作かじゃないかみたいなことの占いで、まあ大体豊作の占いが出るんですけども、で火を起こすことから何から道運からということで、やっぱりこれがものづくりの原点であるということを、はい、まあ、平岡がね強調してまして、でかってはその海占い海浦神事というのは日本中の神社で結構やってたらしいんですよ。なるほど。ところが今はね平岡が有名なのと、それから一箇所ね香取だかどこだか、茨城県か群馬の方の神社が1軒と2箇所しかしてないんですよ。ああ、そうなんです。それもやっぱり、ね、だからもう平岡はずっと続けるでしょうけどね、まあ、非常に、まあ、あの言うたら地味な あれですし、まあ、それをしっかり守っていると、さすがものづくりの原点というね、まあ、また宮司中東宮司さんにお会いになるときは、その話題神事もさることながらね、貝浦のことなんかも、特にゴンネギをしているその山根さんという方がね、はい、ご存知でしょうか、はい、まあ、特にその辺熱心にこうものを書いて残して本にしたりいろいろされてますけどね。大事ですね。あの全国の流れで自社観光連盟ってできたんですよ、うん、一昨年に。でこれどういうことかっていうと、自社観光協会、自社観光連盟一緒なんですが、うん、東京でベースですが、全国の自社が
今までの宗教行事とは超えて新しい観光の一つの素材なり、まあ、資源としてみんなで守っていこうという動きが東京中心に、まあ、国会議員にもいらっしゃって、実際には今だからそこがいろんな事業やってるんですが、大阪上本町のあそこの下寺町、うん、あそこに新しい宿坊を作ったんです、うん、それはそこの、まあ、まあその自社観光協会の、まあ、リスクで作る、うん、だけどそこは朝から朝がゆ食べとか、まあ、真ん中を今日あげたりとかいろんな神事を外国人ができるんで高額で結構宿泊する、うん、だけどそれがいけてるということなので、そういったものをまさにその石切さんとかね、平岡さんにもやってくると、そこに新しい魅力づけができてきて、でこれだけ大阪市内に近いんで非常に事業性もある、それに一つの流れもできてくるというふうに感じている、まあね、ツーリズムというと、まあ、冒頭からずっとおっしゃってるように非常に幅広いし、はい、ただ、まあ、広げても、まあ、限界がありますよね。そのなんていうかな、予算の問題もあるでしょうし、人手の問題も。ただ広げるだけ広げても実らなきゃしょうがないし、はい、まあその辺がポイントだと思うんですけど、その例えば1年とか3年とかいう1年計画とか中期計画とかそういうのはあるんですか？あります。大きな流れからしますと、2020年まで、ここまでがいわゆる地方創生の資金が今入ってるんですね、うん、国から半分、東大阪半分で、ここで、まあ、事業は進めていくと、ここが種まきの時期なんですね、うん、でその段階で2020年を超えると、今度はツーリズムとしては自立もする、そこにはいろんな宿泊施設との連携とか、さっき言った体験プログラムをたくさん作って、人がたくさん出てきて、みんなでこう教えたり教え合ったり、そういったプログラムができる。で花園の、いわゆる今の、まあ、改修するスタジアム、これが2019年に 100% 東大阪市のものになるんですね、はい、で2020年から民間開放してって言ってるんですよ、うん、民間の知恵を使って、さっきの PFPP 使いながら、公的な東大阪の施設だけで民間の施設を使って、花園という中央公園も含めた大きな、まあ、一つのスポーツの拠点にしたいと思う。これがやっぱり中期計画の2番目なんですね。そうすると、20年までで一旦終わって、21年から花園中央公園にした新しいスポーツツーリズムができるということがあれば、これは世の中の流れって非常に面白い。ラグビーだけじゃない。いろんなそのスポーツ、ニュースポーツもやれる。でそれはこの間もJTB アジアのメンバーと喋っていると、最近一番面白いのは結構都市型の駅伝が流行ってる。10人単位で申し込んで、アジアから10人チームで来るんですって。で都市でこう安全で走れるところで、でまあ都市で遊べるところが欲しいということなんで仕掛けようねという話になっていて、それには花園中央公園ちょうど面白いんで、というふうに今のアジアの人は結構観光で来るというよりは買い物楽しい、それから遊びができる、なんかスポーツもちょっと楽しんだりとか、やっぱそういう多様なものを求めているんで、私的に言うと東大阪はそれができるし、まあ体験プログラムは多分来年50個ぐらい作ります。なるほど、50個、50個は作れると。どこ中心ということじゃないんですか？市内のやってらっしゃるか、その例えばその焼き物専門にやって、この間の、はいはいはい、ああいう方が今20数人いるのと、それに、まあ、ものづくりの、まあ、まさにその工場の方たちのやつもいくつかあって、うん、でそこに体験は先ほどの巫女体験なんかもベースあるじゃないですか。そうすると結局下町観光文化だけでもいくつかあり、ものづくりでもいくつかあり、スポーツもありっていうふうになってくると50ぐらいはできてくるんです。もうそれはもうプランできてる、プラン作って、すごい、ね、予算も取って50個で、それを予算は来年は実はうち1500万ぐらいの予算の中の数百万を突っ込んで、その50に使うわけですか。その50を具体的には今年の9月のワールドカップ1年前のプレイベントの中に作って、いろんな人に、まず市民の皆さんから外の皆さんにも楽しんでもらうのを強引にやると思ってます。
そうするとできるの面白いねってなった途端にいろんなことが起こってきて、でそれをツーリズム振興機関の間を取ってみんな応援しながら東大阪の宝を、人の宝を育てる。なるほど、ね、50箇所ってことはやっぱり それぞれにあのですか、プロデューサーなりディレクターなりいりますよね。いります。これはもうこちらでバックアップします。ですか、もうそれも、ね、セレクションしてあるんですか、そういう人たちはいるんですか。もうこれからです。それを業務委託でいくつか、まあ、メンターというか、まあ、人たちを入れて、で現場で作ったものブラッシュアップですよ、はい、やっていく、こういうふうに実施した方がいいとかっていうのを作っていくことで体験プログラムでできるように。これ実は日本国観光庁もそうだけど、日本はもう体験プログラムをたくさん作るのが大事なんだと。ジャズも一個入れてとか。おいいですね。来ましたか。私がしますから。あ、お願いします。そのあれをメンターなり、でも場所はどうするかとかね、はい、それはまた考えればいい、はい、音楽ありですね。音楽ありだから、その音楽あり、絵画あり、俳句あり、いろんなことがあるじゃないですか、うん、詩があり、はい、でいろんな局面で多分東大阪にはタレントの方、タレントというか能力のある人っているんですね。そこを生かしていければいいな。あの東大阪、文化連盟という、ね、のがあるんですよ。結構立派な、はい、詩吟からフラダンスからね、はい、それは接触してますか。ないです。あ、それはご紹介します。会長がね、森さんって言ってね、はい、宮城の声でガセって、これは豪なんだけど、はい、森ガセさんって詩吟のね、はい、名人なんですよ。なるほど。お弟子さんいっぱいいて、で詩吟の会も他にもあるわ、フラダンスの立派なのもあるわ、ね、渡辺幸子さんっていう素晴らしい人がいて、あといっぱいあるんですよ、踊りから何から、うん、で手芸とかね、あのそういう文化系みたいなあのクラブを合わせてね、それはそれで一つの集客装置なんですか。100ぐらいあるわけですよ。面白いですね。だってこの間ね、鎌倉で年に2回ぐらいかな、やってるのね、確か。あのね、鎌倉でフラダンスの奉納があったんですよ、うんうんうん、でそれはその鎌倉のフラダンスチームが奉納するんだけど、そこにハワイのチームを呼んで、はい、で奉納ですよ。だこれできるじゃないですか、さっきでね、あそこの平岡でね、奉納したんですよ、ね、そのあ、やったんですか。渡辺幸子さんです、はい、お弟子さんがね、ここ800人いるんですよ。だからそれで一つのツーリズムになるんで、ツーリズム、うん、だからまたね、その渡辺幸子さんとトータルの会長さん、森さんを紹介します。ぜひ。でそこの人たちが人を呼ぶんですね。人を呼ぶとまたそこに新しいネットワークできるじゃないですか。素晴らしい。その場面をあの、うん、あのツーリズム振興がだから裏で支えるんですね、そのいわゆる、施設の関係とか。であの 東大阪の芸能連盟の森さんとことね、フラダンスの渡辺幸子さん、どのくらい文化その団体って結構あるんですか。いやだから、その団体は細かい絵手紙とかそれ全部入れて100ぐらいあります。いやだからもうそれはあの見たらあの冊子もあるからまた渡します。あ、ぜひください。とりあえずですから、どっかのタイミングでご紹介して、いやそれはすごい、それはすごいですよ。そこがパワーなんですよ。その彼らもものすごい力が、そのパワーをワールドカップとか、そのみんなに来てもらうときにみんなでムーブメントするんで、彼らに地域サポーターに来年は似てて変な言い方になっていただいて、こっちが支えていく、まあ、あの平岡だけで言うとね、あの神楽でね、創生神楽ってね、はいはい、新しいのやってる人、この時かな、あの表さんっていう人がね、孫子と言われてるけどね、あのすごく面白い人っていうか、ちょっと不思議な人、面白い人ですよ、うん、そうそうそう、ちょっと浮世離れしてるけどね、うん、まあそういう人もいますけども、まあ、それはそれとしてね、さっきの今の音楽フラダンスから芸能の協会ね、はい、これまあ、一度それを全部見てカテゴライズして、東大阪の中で売れるものを整理して、で下から支えていくんですね、はい、だからトップエンドもちょっとやりたい、ちょっとトップレベルのやつもやりながら、エンドでいろんなことやってる方も一緒になって、その一つのピラミッドを作っていきましょう。それと1年でね、終わりじゃないですからね、毎年毎年するんだし。そうです。18年、19年、20年でまた次のステップということだから、まあその今言った人たちとかジャズはね、やっぱり永遠につながっていくと思うんで。なりますね、大変素晴らしいと思います。観光は30年の計です。ああ、なるほどね。もう1年、2年できるものではないけれども、あの東大阪新聞の社長のね、あの嫁はんっていうのがね、あの結構有名なあのボーカルでしてね、おー、で、あのニュージーランドで呼ばれてね、プロですよ、あの、まあ、ジャズ
もうジャズも歌うレベルなんだけど、そのカンツォーネとかラテンとかね、あの旦那があのマネージャーしてましたね。素晴らしいです、武将のごとくね、こき使ってでもプロが大事ですね。やっぱそこに一つのやっぱりあの感覚もあるし、それでなんていうかアマチュアの人も引っ張っていく。この厚さはね、やっぱり50万人都市ではできない、5万人都市ではそういうことはできないんです。まあ、話は尽きないのでございますが、そういうことで、はい、拍手で拍手よろしくお願いします。まあ、大成功するでしょう。人ごとのように言ってます。今日はどうもありがとうございました。